今回は新芝やっていこうと思います。で、もうめちゃくちゃ負けてる、もう超むずいわこのクエスト。で、このクエスト、まあ、とりあえずこれアグにいるじゃないですか。これ友情でしか倒せないんですよね。で、残すと、まあ、こうやって攻撃力アップします。で、敵が爆弾落として殺していきます。で、殺したらこの落雷攻撃力アップして落としてくるんですよ。めちゃくちゃうざい。はい、で、まあ、こうやってまあ、ゲージ切ったり入れたりして、いろいろと調整しながら、まあ、殴っていって、なんとかするっていうのが多分、ここでのやり方なんじゃないのかなってちょっと思いました。で、こうやって、まあ、ちょっとずつ倒していって、ただ今のところ神しか基本的にいないんですよね。だから、ラウドラのカウンターキラーがすごい刺さってくれてる。うん、でこれでこんな感じで倒していきます。で、こうやって結構耐久というか、まあこうやってやりながらですね。で、多分うまいこと打てたら、多分決め打ちできっとこの1捨てはなんかパパッと倒せそうな気はちょっとするんですよね。多分ちょっと殴ったら倒すでしょ。はい、で殴って倒します。はい、でヒットポイント回復、やっぱり抜けたら回復しないんで。で、これ多分ね、めちゃくちゃ負けながら各ステージ1回は死んで多分抜けてくんじゃないのかなって、なんかすごいやってて思ったわ。はい、で、これがね、この角にいるこのなんて名前だったっけ、芝じゃないし名前忘れたけど、これがすっごい強いんですよね。もう反射レーザーで、これ今シールドだから、これあんまり食らってないのに、シールド発動しなかったらこれ多分死んでるよ。だから、ちょっと調整しながら殴っていかないといけない。はい。こんな感じで、結構レベル3とかを結構駆使しながらやっていかないと、ほら、ちょっと食らうとこれなんですよね。正直これ多分結構揃いミスした気がするな。これで、もう、あっちまで、よし!で、ビシュヌが、ビシュヌのこれも結構多属性だけど、ダメオのダメージ結構痛かったんですよね。いくらだったかな、ちょっと忘れたけど、確か1万5000ぐらいは持ってってた気がする。で、これでとりあえず倒します。で、回復はヒーリングオール2万なんで、結構触れ、そしたら、ビットンの即死があるんで、で、地雷を持って、ちょっと、ターンを調整しておくと多分、後々、楽になるんじゃないのかなとはちょっと思ってるんですよ。で、これで、はい。で、次 3P だから、まあ、とりあえず斜めに打って、はい。まあ、これで抜ければいいでしょ。はい。最適ラウドランなのかな?なんか、刹那使ったり、アミダ使ったり、なんか、いろいろやったんですけど、結局行き着いたのはラウドラ4だったんですよね。で、まあ、ここもさっきと一緒で、あれ?で、ここの横軸揃えておくと、ウォールなんとかかんとかバレットがすごい役に立って、なんかいい感じみたいな。はい。これで、これも殴って倒します。で、ここの削りが、すごい、なんかうまくいかないんですよね。なんかレベル3で弱点を地雷持って殴るっていうのをやらせたいんですけど、どういう動き方したらレベル3で殴れるかな、みたいな。どうしようかな、これ。こう打って。多分これで行くと、そんなに減速しないで、あんまり削れないんですよね。こう打って、はい。じゃ、これだとダメなんですよ。だもっと、なんかいろいろ遠回りして、減速してから殴らないと、多分まともな火力出ないんじゃないのかなって。で、これ地雷4個持ってるから、割と雑な動き方してもいい気がするんだけどね。そしたら、こう。だから地雷4個じゃないけど、こう打って一回戻ってきて殴ってもいいんじゃないのかな。ダメかなこれ。いやー、ダメか。で、地雷はちゃんとなんかすごいたくさん配ってくれるからありがたい。で、これでこうきます。これも横感でいいのかな。そしたら、はい。で、もう一回。いやー、で、レベル3で殴っ、多分レベル3で殴れてるよね。だからレベル3で殴ってもこの程度なんですよ。言っちゃあれだけど。だからすごいね、何回も何回もやらないといけない。この、もしかしてこれが、あれなのかな?なんか優しさ?重力で引っかかって減速して殴れよみたいな。すぐ倒してるんですけど。はい。
まあ、こんな感じ。あー、でも倒せてね。ただこれもこれで残しておくと地味にこの拡大なんとかかんとか消費者が意外と痛いんですよね。これも多分だからこれもゲージ切って、はい、ゲージ切って、あ、やべ、これはちょっとやっちゃいました、ごめんなさい。で多分そろそろ倒してくるはず、あれが。そうすると、これはちょっと一回、いや、ゲージでここで、はい、もう一回、よし。でこういう殴りを多分していかないと結構しんどいんじゃないかな。あ、まあ SS は使ったんですけど、正直ポンコツ。多分ハグニーなら倒していい、アグニーを多分倒すために撃つか、あれだね。でこれはまあ地雷持たせて抜けたいから、はい、ちょっとゲージ一旦置いといて、で次で抜けようかな。多分地雷持たせて抜けるっていうのはなんちょっと重要そうな気はするんだけどね。でゲージを、でゲージ決めるとみんなを薄くずらしてなんか一列に揃えちゃうから、あんまりそれはやりたくないんですよね。まあ、ゲージ切って、はい、それっぽい角度で、はい、この辺は優しさなのかな。でボス戦でしょ、ここからは本当に初初見。とりあえずあれは友情で倒します。初手でなんかしてくるかな、それが怖いんですよね。まあ、とりあえずこう打てば、こう打てば多分、はい、これでなんとか、よしよし、倒した倒した。でこれ開幕でだからステージと同じことしてくるかどうか、マジ怖い。あ、でも分かんないのか、これ全部倒すと。あとはこれはとりあえずレベル、あ、でもヒーリングオール、これ、あ、分かんないな、これ先に全部倒すと後から、あー、やべ、回復できねえみたいなパターンになりかねないかもしれないのがちょっと怖いんですよね。とりあえず1体は多分倒しといて問題ないよね。で地雷持って殴るのも配置的に無理だから、横間でこれ丁寧に倒すか、はい、レベル2で殴れば倒せるのか。でダメオのダメージも結構でかいから、まあ、ちょっと角度大きめにして、はい、あ、これ戻ってきて弱点殴れるかな、多分殴れない気がするな、やっぱ無理だね。でヒーリングオール、展開させすぎかなこれ。でも火種もでかいよね、だからこれも多分だからこう打って、あ、でもこれあれかな、もしかしてゲージ切って、ゲージ切って殴っ、いやー、そこで止まる、戻ってきてほしかったな。でここは回復したいといえば回復したいけどな、すげえ。2P そこでしょ、だからこう打って、いや、上からだな、上からで、でウォールバレットで多分こっちは倒す、いやー、そっち行くか、そっち行くか、いや、きつい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 。でそろそろヒーリングオールも消えんじゃないの。とりあえずこれ触れます、はい、でこうでしょ、とりあえずこれみんな倒した、何ターンにあの攻撃力アップさせて爆発撃ってくるかが、バカじゃない、あのあれ爆弾撃ってくるか分かんないから怖いんですよね。まあ、とりあえずこれ回復しながら地雷持って、ちょっとこれ運ゲーっぽいけど、よし、いや痛いなー、やっぱ、うわー、これどうしよう。地雷持って多分これ戻ってこれないよね。でしかも火ダメでかそうだしな、なんか、まあ多分倒せるでしょ、はい、で戻ってきて、よし、うーわ、結構きついな。で SS がポンコツっていうのがな、これ多分ね、でも内部弱点だからあれか、ランダとかも通用しないのか、ランダとかだと強いんだけど、ナオヒとか見てると。でこれはさっきと一緒か、ステニーと一緒だから、これ SS とかで一掃できたら分かればいいんだけど、多分無理だよね。はい、とりあえずこれで、これでもう2体、よし、2体倒したのは本当でかい。多分2手かけて2体じゃないのかな、この処理速度的に。で、あの反射レーザーはめちゃくちゃ痛いから、さっさと倒さないとマジでやばい。うわー、どうしようかな、これこう打って、間に合うかな、左上まで。
パワー型って謎にたくさん判定拾うときあるから、よしよしよし、これで OKOKOK。で、ここから、だからあれなんですよね。これ多分倒したら、回復バフくれると思うんですよ。だからどれぐらい、8か、8万ぐらい回復くれるから、倒しちゃっていいかな。それがちょっとわかんないんですよね。倒すか。これで多分倒せました。で、多分回復バフくれるでしょ。どれぐらい回復くれるんだろうね、これ。で、ビットンか。お、乱気弾。敵もついに、敵にも乱気弾が実装されてきた。3回だから、多分重力拾って、重力じゃない、地雷拾って、ビットンで減速しながら殴ってるかな。あ、でもこれは、多分こう打って、戻ってきて、もう一回、いやー、もう一回殴れるかな。どうだろう。いや、結構削れてる。いいんじゃない？いいんじゃない？今3で殴れたのか2で殴れたのかはちょっとわかんないけど。多分さっきとこの動きでいいんじゃない？そしたら。はい。で、これで。いや、結構いける、結構いけてる。いや、ランキラン耐えて、ランキラン耐えて！よし、よし。で、次、1はわかんないけど。そしたらさっきと一緒で、こっちは、あのビットン殴って3回分あるはずだから、多分これで減速して弱点で最後レベル3で殴れるはず。いや、ダメか。多分絶対なんか多段ヒットして消費したな、これ。おー、地雷か。優しい。でももう多分これは無理だな。レベル3にして殴るのは無理そうな気がする。まあ、これで倒すか。次めっちゃ痛いもんね、攻撃。なんか地雷でなんとかんやみたいなこと調整してる余裕もなさそう。はい。うわー、結構ギリギリな戦い。だって14万で HP。これでかなりギリギリな戦いだからね。多分、そんなに厳選してないラウドラなんてもう論外でしょ、これ。これはとりあえず横勘で。あ、でもこれどうしようかな。縦勘。いや、でもね、ビシュヌは、殴って倒さないといけない。みんな殴って倒さないといけないですよね。アグニ以外、多分。だから多分 SS はそんなに役に立たない気がする。で、これとりあえず、バリアじゃない、フレアもらいます。でも、ここでもらうの結構きつそうだな。さすがに初手じゃなかったんで、よかったよかった。で、あとは、とりあえずこれで倒せます。はい。いや、あそこまでいけないか。あそこまで行ってほしかったけどな。で、地雷そこ。だから地雷で一回回復しながら、回復マジ重要だからね。はい。これで左も。いやー、あとちょいなのに。いや、でも結構いけてる、結構いけてる。だから地雷持って剣持って一回これ殴ります。はい。いや、まあ全然削れない。やっぱすぐ殴ったら全然だわ。蘇生か。蘇生くんのか。そしたら、これで1回殴って3個でしょ。ああ、ダメだ。ビットンで消費するからダメ。ビットンとアグニで多分持ちきれないからダメでしょ。アグニ倒しに行こうかな。そしたら、アグニを1回これで上に当てて、これで真ん中倒します。で、2P は左下に打って、アグニの、多分横ぐらいにつければ、はい。とりあえずこれで1回ちょっと。よしよしよし。まあ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 、あっちのアグニは前でしょ。はい。うわ、こっち、乱気弾じゃねえ。ただの気弾だ。そしたら、地雷持って、3個持てるから。でも、ただ、これから、とりあえず、アグニをだからな、わかんないんすよね。とりあえず、これで多分倒せるはず。はい、ただ、これ多分、ビットンも踏むから、うわ、これ、キッズ。やべ、これ無駄ないってのマジ無駄ないって。やべ。とりあえず、まずい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 。これはまず、非常にまずいっす。とりあえずこれ真上に打って回復もちょっとしないとまずいから、はい、即死までだと5手でしょ。とりあえずこれで倒せました。はいはいはい。多分ビットンの真ん中が爆弾なんですよね。あそこで攻撃力アップとかもろもろヒットしてくるはず。あとはだからこれをどういう動き方したらあのレベル3で地雷に殴れるかみたいなのを考えないといけないです。多分横勘は無理だな。これ早すぎる。しかも剣持ってるからめっちゃ重要だな、これ。
多分外周ぐるっとでいい気がするんだけどな。ダメかな。いやダメだ、今ビットン殴って消化した。マジあのビットン邪魔、マジで邪魔で、もうここからは多分ね、もう気にしなくていい。だって右が即死だし、ビットンの真ん中も即死なんで、アグニは、だから気にしたらダメなんだよな。うわ、きついな、これ。だからビットンで2個な持って、ちょっと待って、これマジ考えないとダメだな。いやー、ダメか。でも結構外側殴っても意外といけた。いや、きついきついきつい、何これ何これ。うわ、ダメだ、ここで倒せなかったら死ぬ、ここで倒せなかったら死ぬ。いやー、ダメか、これで死んだ。ダメだ、あと1手あればこれ絶対届く。いや、あと1手あれば届くのにな。よし、やっと帰ってきた。で、割といい感じじゃない？で、いろいろ、ここに戻ってくるまでにいろいろ試しながらやってたんですけど、SS で結構、その、ザコは、ボスは、ちょっと微妙なんですけど、ザコは結構いけるんですよね。で、あと、ビットンが、まあ、3、ビットンの3の数字が、多分さっきも言ったかもしれないけど、攻撃アップと敵爆発なんで、それまでに倒せばいいから、なんで、ここを、ザコに向けるか、地雷持ってなんかいい感じのルートが取れそうだったら、そっちの方がいいんだけど、多分無理そうだ。多分これだとレベル2で止まるな。まあ、いっか。これで一回殴って。はい。いやー、ちょっと殴り微妙だな、やっぱ。そうだ、地味にこれ、そうだ、こいつの拡大なんとかかんとかかんとかが意外とまずいんだったな。はい。で、これで確実に倒す、触れる、これで殴る、これでもちょっと殴る、よし。うわ、ちょっと残ってるあれ。じゃあ、で、これで倒せなかったら、まずいんだよね。そしたら、はい。とりあえず、これで倒して、はい。まあ、なんもできないけど、まあ、ちょびっとだけ削れたと。SS 使うよりかマシでしょっていう。で、次 4P でしょ？で、SS の防御ダウンも入ったら、一応 1.25 倍の火力にはなるけど、まあ、正直お情け程度なんで、それはあんまりやっても意味なさそう。で、これのルートがちょっとまだいまいち読めないんですよね。地雷2個持って、レベル3で殴れるすごいいい感じのルート。これで一周ぐるっと回って、あの 2P の方から殴っていくみたいな感じのやり方が多分いける気がするんだけど、ラグドラでもさすがにそこまで届いてほしいんだけどね。はい。で、ここで1回で、ビットンで1回ぐるっと回って、いや、これよし、来たでしょ。これここまで削れたら、で、さっきと一緒、さっきと一緒で、ここはもう即死と爆弾が一緒だからもう無視していいんですよね。だから、ここを、一回ビットン殴って、よし、わかった。こう打って、地雷拾って、で、地雷持って殴らなくても、ある程度削れるっていうのはさっき確認してるんで、多分こう打って、はい。で、戻ってきて、はい。戻ってきて、よし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 、このまま勝ったでしょ、勝ったでしょ。で、こんだけ体力あるもんね。で、ボスももう攻撃ないし、あともうこれは、いや、慢心するか。でもこれでルート取れるもんね、ある意味。横勘で。横勘とかの割といいルート取れそうな気がするから、これもこれで。いやー、やっぱちょっとダメだ。こういうめちゃくちゃなことだったらダメ。こう打って、戻ってきて、こう打って戻ってきて、多分、で、弱点殴れたら多分いい気がする。こう打って、で、ここで一回、ここで一回、ここで一回、うーわ、ここでパワー型のポンコツさ出てきた。うわー、これは、いや、でもこれは、こう打って、で、最後減速して、うわー、しまったな、さっきのあれ、あっち行くべきだった。戻ってくるときに殴るルート取るべきだったな。で、これで、左上からぐるっと回って、最後弱点1回殴る的な。はい。これで、
よし、あー、ギリギリだった。で、正直、ラウドラ以外、いらない気がするんですけど、これ。なんかいいキャラいるかな？なんか、正直、重力ワープの、シンジも、ちょっと使ってみたんですけど、動画裏で。なんて言うんだろう、減速の調整が難しい。ボス位置とかも、ゲージ切ってやったりとか、結構いい調整できるのはラウドラだけなんで、多分これが一番いいんじゃないか。ラウドラ艦隊が最適。まあ、もともと、多分、神経は、確かアマテラスとかも、伊達とかも、ビーラとかパラドックスが最適だったはずだし、まあ、ここもラウドラでしたみたいな。いや、キッズ。で、あとやっぱ SS のこの使い方知ってるのと知らないって言ったらマジで違う。ボス、さっきの開幕とかも、ラスゲ開幕とかも、あれ知らなかったら本当にめんどくさい。もっと手数かかってたかもしんないからね。いや、めんどくさい。でも、一番真の中じゃ、なんて言うんだろう、理不尽さないね。一番、あれだわ。優しくはないけど、正当に難しい感がある。まあ、ステージのあれ見たときは、なんか、アホじゃねえのって思ったけど。まあ、よし、勝てましたと。はい。こんなもんで、じゃあ終わります。はい。じゃあ、それは終わります。ごきげんよう。